みなさん、こんにちは。ショリーチャンネルしほとピーミーです。はい、ということで今回は ゴールデンウィークに断捨離をして、その時に出た9袋分の洋服を売りに行きたいと思います。ヤッホー、ヤッホーなの？ヤッホーなの？ヤッホー。ね、10連休あるうちの2日ぐらいかな、2日ぐらいをかけてすごく疲れたんですけど断捨離をしましてですね。断捨離なので、ほとんど洋服、あのね、まあ迷ったらなんだろう、いらないかなっていうね、うん、判断をしたらこれだけのね、ようになりました。9袋、まあ、あの断捨離ってね、いろんな意味があって、なんかこうね、気持ちを一転させるとかね、こうなんか環境をちょっと変えるにもいいということで、うん、ね、思い切ってね、しました。わかってますか、レミさん？やばいほど、ね、量がすごかったね。やばいよ。でも今まで全然ね、こう捨てたりとかしてなかったから、捨てられないんですよ。そう、捨てられない人だったので、みんなね、みんなじゃないよ。リニは捨てられたの？うん、だけどね、えリニちゃん、ぬいぐるみとかは捨てられないよ。私はぬいぐるみとか家具は捨てられるんだけど、服だけどうしても捨てられなくて。反対だ。うん、反対。反対だね。うん、反対。というわけで、はい、これをリサイクルショップ、リサイクルショップに売りに、売れるかどうかわからないんだけど、あまりリサイクルショップも最近ね、1円とかに満たないものとかはね、お金あれなんであるんだよ、うん、使えないものとかいくらになるかわかんないけどね、うん、まあ引き取ってもらえればいいかなっていう感じです。はい、はい、ということでですね、ほんの一部をどういうものか紹介していきたいと思います。わい、これがですね、私が1年生の時から着て、私が1年生の時から着ていて、で着れなくなったやつをリミが着ていて、この辺とか茶番じゃってて、これある意味閲覧注意かな、汚すぎない？やばくない？でもこれ2人ともお気に入りだったね。あとね、袖の部分がね、なんか変なやつ、うん、そうそう、色がなんかね、でもこれは本当よく着たと思います。そう、これはすごいね、2人とも着たね、お気に入りだったんだけど、もうね、私着れなくなっちゃったんだ。着れることは着れるんだよ、130だから、リミちゃん着ようと思えば着れるけど、私着れない。これはちょっとさすがにこの黄ばみと茶ばみ恥ずかしいね、恥ずかしいのでね、これはもうさよなら、手放しましょう。はい、次、まあちょっと一部、ほんの一部ね、これもう全部あれしたら大変なので、次にね、ほんの一部なんですけど、こちらのエプロンです。懐かしいね、これ。懐かしいですよ、これね、あの私が幼稚園はね、捨てちゃったんだよ。リミちゃんはもうね、だいぶ前ちっちゃくなってね、私が幼稚園の時に買ったやつなんですけど、さすがにちっちゃくない？やばくない？ちっちゃくない？ちょっと今、ちょっとつけてみた。あ、こうやって引くと、あ、ちっちゃい、なんかあれだね、何、上の方しか、しーちゃん見せて、ちっちゃいよね、ちっちゃかわいい。いや、大きくなりたね、しーちゃん。そうなのよ。そういうことで、これもね、うん、さよならしたいと思います。ね、こちらはね、本当に私これめちゃくちゃ好きだったのよ、これ、うんうん、でも、もう絶対着ないなみたいな、うん、リミのね、好きだったのにママが捨てた。だからもうリミちゃんのはね、もっとちっちゃいサイズでリミ着れなかったの。ビリビリだったんだよね。リミ100かな、100のエプロンだったかもしれない。110か100。まあこんな感じで、まあ他にもなんだろう、なんかデザイン的に着回しができなくて、なんだろう、もうちょっと着ないかなっていうのとか、あと昔よくリサイクルショップでね、買ってた側なので、うん、買ってた、そういうのはちょっともう着ないかなっていうのとかも結構ずっと残ってたからね、うん、着ないのにずっと置いてあったからね、はい、そういうのを全部もう売っちゃっていいと思います。手放したいと思います。イエーイ。イエーイなの？これを売ったお金で今日は夜ご飯を食べましょう。このステーキ、お肉、ハンバーグ、お金になるかな。あ、ステーキ、ハンバーグ、
供の4人で食べるの。豆腐、豆腐いい。豆腐いい。豆腐いっちゃう。なんで豆腐。豆腐いっちゃう。豆腐行ったっせー。これ何枚ぐらいあるかな。100枚。100枚。300枚。400枚。20枚の8袋、9袋180枚だ。100枚もあるかな。200枚に合ってた。冬服はちょっとかさばるから、まあ150枚ぐらいかな。あと200枚あるわ。行ってみますか、売りに。はい、いくらになるかな。リミ持てない。リミ、いくらになると思いますか。リミちゃん、いくらになると思いますか。ね、5,000なんだ。そんな？すごいね。と3,000円、円が2,000円。3,000円。か2,000円。ヨーロッパ4,000円。そんな行くと思ってんの？一番近かった人が一番いいやつ食べれる。じゃあエビに5,000円、パパ4,000円、シホリミは？あ、シーちゃん。あ、シホリミじゃん。ママとシーちゃん一緒だね。3,000円。ママじゃ2,000円にした。ママ2,000円。いいの？いいよ。いいの？じゃあ2,3,4,5。ママって優しいね。優しいね。パパはキッチンボ。はい、じゃあ行きましょう。車あるかな。サンタクロース。あ、なんか駆け抜ける人がいる。いくらになるかね。いくらになるかな。1,800円。もう言っちゃってるから予想です。違うよ、もう計算しちゃった。掛け算したでしょ。1,800円だ。案外少なかったですか、リミさん。ねえ、リミ5000円だったもんね、予想ね。残念だね。私の予想が1,800円だ。はい、ということでですね、あの値段の結果は1,600円でした。ということで、一番近かったのはママです。ね、思ったより低かったね。めちゃくちゃ低かった。やっぱこういうものですね。そうですね。はい。まあしょうがない。でも捨ててしまったな、もう0円だから、それをね、リサイクルショップに売ることによって1600円になったっていうことはね、すごいいいことです。はい、はい、じゃあ早速使いましょう。はい、はい、それではバイバーイ。寒い。グミペア。サンジーがおやつが甘い。